はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。今日もご視聴よろしくお願いいたします。本日は、まあ、非常にこう貴重といいますか、皆さんがあまり目にすることがない、まあ、炭素ろ過、日本酒で行う炭素ろ過で使っている炭をですね、ちょっと、ご案内したいと思います。まあ、そもそもじゃあ炭素ろ過とは何ぞやという話なんですけども、こちらの瓶にありますように、はい、まあ、よくね、皆さんが目にする大好きな言葉、無ろ過生原酒とございます。この無ろ過生原酒と書かれている時の、この無ろ過の部分ですね、この部分で、関わってくるのが、まあ、炭素ろ過です。無ろ過ということはこれはまだろ過をしていない、ね。じゃあ何でろ過をするのということなんですけども、まあ、日本酒の場合は、炭を使って、まあ、炭素を使ってですね、ろ過をするわけです。で、その炭素でろ過をしてないものを、まあ、無ろ過と呼ぶわけですけども、じゃあその炭でろ過をする意味というのがですね、まずあります。炭が日本酒が持ってるですね、まあ、雑味といいますか、まあ、本当にこう旨味とかですね、酸とか苦味とか、あとそして香りの部分をですね、吸着してくれるわけですね。そうすることによって、日本酒の味わいがこう綺麗になったりとかね、あとは色味ですね。色味を炭が吸着してくれるので、まあ、ほんのり黄みがかっているものが無色透明に近づいていくと、まあ、そんなね、効果がございます。まあ、その昔ですね、日本酒というのは色がついているとですね、まあ、これはあまり良くないというね、まあ、そんなね評価をされる時代が、ございました。なので、じゃあその色味とか、雑味、まあ、ちょっとこう味が濃いな、濃すぎたな、重いなという時に、使われていたのが、まあ、炭素ろ過なのですね。まあ、炭素ろ過をすることによって、まあ、その色味が取れて無色透明に近づいていく、まあ、そしてさらにですね、味わいもきれいになる、まあ、軽くなるということで、重宝されていたのが炭素ろ過となっていきます。で、まあ、その炭の量によってもですね、だいぶ味が変わります。まあ、たくさんね、炭素を使えばですね、味はどんどんこうきれいというかですね、澄んでいく。で、そして、色味もですね、無色透明に近づいていくということで、まあ、日本酒自体は本来、無色透明ということはございません。ほんのり黄みがかっているのが普通の状態ですので、まあ、ちょっと無色透明に近いお酒を見るとですね、色を見ただけで、あ、ちょっとこれろ過してるんだろうなということがね、まあ、想像できるわけです。で、まあ、ただ、まあ、ろ過をしすぎるとですね、やはりこうマイナス面もありまして、まあ、どのお酒もですね、まあ、すっきりきれいというふうになってきますし、まあ、本来日本酒が持っている本来の旨味の部分ですね、まあ、その部分が損なわれてしまうので、まあ、最近ではですね、ろ過をしてもちょっとだけやる、あるいは無ろ過、まあ、ろ過をしないという蔵も、ね、増えてきています。はい、というわけで本題まで、3分もかかってしまいましたけども、ここでじゃあその炭素ろ過で使われているろ過の炭ですね、こちらです。じゃん。はい、ここに書いてあります。醸造用高級活性炭素ということで、まあ、1キロ食品添加物入っております。まあ、もちろんこれをですね、入れるんですよ。ちゃんとフィルターでね、ろ過をしていくわけです。まあ、この中に、非常に細かい炭の粒子が入っております。で、これはジョーカーというタイプですね。はい、で、こちらもう一つ見ていただくと、今度は、はい、こちらクリスタルというタイプになっています。これ実は炭素ろ過もですね、いろんな炭の種類がありまして、炭によってですね、その吸着力の強さとか、まあ、吸着できるものというものがですね、ちょっと変わってくるんですね。まあ、例えばこう純米大吟醸用とか、普通酒向けとかですね、吸着力が強い方が良いものは、まあ、そういった酒質ではないですね、まあ、炭の種類を使うということで、まあ、その炭それぞれにもこうちょっと名前があるということですね。で、これ開けられないです。はい、開けるとですね、ふわーっとですね、本当に細かいね、粒子が飛びます。もう今これ風呂をですね、触っただけでこんな風に、ちょっとね黒くなっていると思うんですけども、まあ、このように非常に細かいね、粒子でもって、日本酒の、色味や味わいというのを炭が吸着してくれるということですね。はい、というわけで本日はですね、ちょっと珍しい、炭素ろ過の実際の炭をですね、まあ、このようにご案内しました。ちなみにですね、これ皆さんも普通に買えます。私もですね、こちらの富山県にあります品川炭素さんに電話をして、お取り寄せしましたので、まあ、そんなに高いものではありませんので、もし興味がある人は、まあ、何に使うか分かりませんけども、買えるということでですね、はい、ご案内しておきます。では、本日もご視聴どうもありがとうございました。